第二次世界大戦中、一斉に、進路変更をする、対戦形態航行中の WS-12、戦断のアメリカ艦船の自運動とは、艦船が、漢字の、のの字を描くように、短時間内で進路を変化させて、ジグザグに進行する航行方法のことである。ジグザグ航行とも言う。戦時中において、主に敵潜水艦の魚雷攻撃を避けるために、行われる。 潜水艦が航行中の艦船に対して魚雷攻撃を行う際には目標の距離、速力、深度から未来位置を予測して魚雷を発射する。第二次世界大戦頃までの潜水艦は潜望鏡による光角観測や低性能のソナーなどの限られた観測手段しか持たなかったため観測精度を高めて魚雷の命中率を上げるためには 時間をかけて継続的に測定する必要があった。のじ運動は短時間に進路を変更することで潜水艦による測定をある程度妨害することができ、特に不規則にの字運動を実施すると効果的である。また、第二次世界大戦頃までの潜水艦の水中航行速度は低速であったため、目標線を射撃可能な位置に移動することは簡単ではなかったところ、 コレジ運動による進路変更は潜水艦が射点につくことをより困難にする効果もあった。ただし、複数の潜水艦による老軍戦術で攻撃された場合、第一撃を回避しても、他方向からの第二撃を回避することは難しく、絶対的な効果はない。大型低速船の場合には、回答に時間がかかるため、コレジ運動の実施には限度がある。 不規則なのじ運動の方が効果的であるが、艦隊や五層船団で変態航行する場合、衝突を避けるためにはあらかじめ定めたパターンで規則的に実行しなければならなかった。のじ運動の弊害として、五層船団を組みながら複雑なのじ運動を実施することは、衝突の危険が大きく、上院の精神的負担が重かった。また、 直進した場合に比べると航行距離が長くなるので進行方向に対する移動速度が低下し目的地到着に時間がかかってしまう。日本海軍の例では基準速力8ノットの5層船団がのじ運動を実施すると移動速度は6ノット以下に低下したという。潜水艦の脅威が現実化した第一次世界大戦時に対戦戦術として広く用いられるようになった。 ドイツの U ボートによる攻撃に対抗するため、連合国軍では五層戦団方式を導入したが、戦団高校でもこれ自運動が行われた。1917年頃に用いられたのは、変態高校に不慣れな商船でも可能なように、例えば10分間隔で一斉に15度左右交互に変身する単純な高校パターンで、 変身の都度に信号を出さず規定の時間が経過すれば、一斉に変身する方式であった。軍艦でもこれ自運動は行われたが、1916年8月19日に、イギリス系寿命艦、ファルマスが約23ノットの高速での自運動をしていたにも、かかわらずドイツ潜水艦に撃沈されるなど、完璧な防御ではなかった。第二次世界大戦期の日本においては、 戦団運動規定により、商船が用いるの自運動のルールが定められていた。A 法、B 法など18種以上のパターンがあった。しかし正式の自運動のパターンは、米海軍に解読されており、効果は半減していた。なお船長によっては、独行の際に、正式の自運動から外れ、無秩序な航路を設定する者も,もおり、この場合には魚雷を見事かわすことに成功している。 ありがとうございます。